はい、こんにちは、トールです。サニーボーイの1話が放送されましたので、その紹介と感想のと考察をね、共有していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、これ完全オリジナルアニメで、僕見てめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ皆さんと一緒にね、追っていきたいなというふうに思っていますので、はい、パート3つにね、分けて、動画を出してみたいと思いました。まず一つ目はですね、まだ見てない方の紹介、動画としてのパートっていうところですね。こちらはその地上波でも結構出てるんだけど、無料配信がですね、2日ほどして無料配信っていうのがされますので、はい、ここ、そのかなりおすすめで、皆さん見逃した人でもね、1週間無料で配信できてる、サイトとかもありますので、こんな感じで一緒に追っていくにはかなりいいんじゃないかなと思っていますので、考察ポイントも多くて楽しいのでね、紹介パート作りました。それから、次はですね、感想パートですね。はい。感想パートとしては、皆さんとですね、感想、視聴後の感想っていうのをですね、気楽に話をするというパートに、なります。最後はですね、公式情報みたいなものをね、拾いながらですね、こちらは完全にオリジナルに、なってますので、公式に出てるものを気楽にね、拾ったりね、調べていってもですね、変なネタバレを踏むことがないっていうところも、利点だと思いますので、そのあたりのね、案内もしてみようかなというふうに思います。はい、ではでは、よろしくお願いします。まずですね、個人的な感想として、本当に見なきゃ損するなというような感じで、自分にはかなりぶっ刺さった作品にはなっています。はい、どういう作品なのかなっていうとですね、こちらはですね、青春異世界漂流ものみたいなね、そんな感じにはなってるんですけど、なんのこっちゃですけどね。はい、制作がですね、マッドハウスっていうところですね。個人的にはその見た感じの雰囲気は四畳半神話体系、っていうアニメに近かったかなというふうに思っていますが、老舗の、アニメーション制作会社さんですかね。脚本に関しては夏目慎吾さんという、こちらもベテランの方、みたいですね。はい、彼が手掛けたものの中のイメージで言うと、ブギーポップは笑わないとかね、そういった感じのイメージが、あったと思います。ストーリーとしてはですね、中学校3年生、36人が学校ごと漂流するというね、そういう漂流ものになっています。ぜひそういう漂流もの系ね、好きだよっていう人はね、チェックしてみてはいかがでしょうか。それから、感想としましてはですね、ネタバレとかあまりなく感想する理由としたらですね、世界観のね、書き方は圧倒的だったなというふうに思いますので、1話見てね、ずしっとね、ハマる人は、ハマるんじゃないかなと、そんな感じのことを思いました。僕はもう、ぶっ刺さりましたね。はい。そしてですね、リアルとファンタジーのバランスもすごくいいんですよね。絵柄が結構シンプルに描かれてはいるんですけど、その分ですね、あんまりアニメしていなくてですね、間とかですね、キャラクター同士が何考えてるんだろうっていうところをね、見ていく余地もね、作ってくれてるところがですね、なんかドラマ的な人間ドラマをね、実写的な感覚で楽しめる部分もありながら、アニメだからこそ表現できるものっていうところもあってですね、めちゃくちゃちょうどいいバランスで作られていてね、見事だなというふうに思いましたね。はい、なんていうかリアル感も感じるんですよ。質感もすごく感じるんだけど、でもアニメーションだからこそできる表現っていうのもあって、これは本当に見事な作品だと思いました。で、1話だけ見てもですね、結構ちゃんと起承転結がしっかりしていてね、映画みたいな感じに見えるんですね。はい、なんていうか一本の映画を見たというか、アニメをワンクール見た時の終わらせ方もできるような、そんな感じの1話だったかなというふうに思いました。はい、これもね、やっぱりね、おすすめという感じにはなってくるんですけどね。で、やっぱりその全員中学生っていうところの面白さもあるので、はい、等身大なんですよ、この辺がね。そしてパッと見た感じね、モブみたいなキャラクターに見えるんだけど、一人一人がちゃんとね、パーソナリティを持って描かれているところもね、分かるのがね、かなり楽しい部分になります。謎要素っていう意味ではですね、一応はですね、謎の転校生っていうね、そういう部分がね、ありました。この辺もすごく面白くて、非日常的なことが起きてはいるんだけど、
でもそれが自分たちの日常にねなってきて、まあなりつつある状態においてはですね、まあその能力の不思議さとかね、漂流の謎みたいなところよりもですね、目の前の女の子が何考えてるかの方がですね、個人的には重要だったりするわけですね。はい、この辺のね書き方のねリアル感がねめちゃくちゃ良かったですね。そしてまあ超能力、そう異世界に漂流した、彼らにはですね超能力がほとんど芽生えてる人と芽生えてない人いるみたいなんですけど、芽生えるんですが、これに対する考察をね、してる人もいたりだとか、なんで、ね、学校ごとね飛ばされて漂流してるんだろう我々だと思ってるようなね、そういうキャラクターもいたりして一緒に考察を考えていける部分ですね。はい、こういう部分もですねかなり楽しいポイントだなというふうに思いました。やっぱりオリジナルアニメでねこういうのしてもらえると、すごい嬉しいですね。でともあれですね、まあ、総合的に非常に面白いんですけど、先がやっぱり読めないところですね。それからまあ最後の、まあ、1話のですね、まあ終わり方というかね引きっていうのもね完璧な引きやったかなというふうに思いますので、まだの方はぜひねチェックしてみてはいかがでしょうか。地上波の方で見えない人もですね、土曜日の深夜に、無料配信が結構いくつかの、サイトでされますので、こちらも、まあ、またリンク見つけたら貼っとこうかなというふうに思いますので、そちらチェックしていただくのもいいと思いますし、一応週明けにまあ同時視聴ライブっていうのを自分もねしてみようかなというふうに思ってますので、はい、まあ月曜か火曜ぐらいにしようと思ってるんで、こちらもですね、まあ待っていただいてですね、後で貼っとこう、リンク貼っとこうと思うんですが、待っといていただいて、そのタイミングでですね、同時視聴ってね、せーので再生ボタンを押して、一緒にこうリアクションしながら考えながらワイワイやろうみたいなことを、考えていますので、こちらのチャンネルでやろうと思ってますので、そちらからね、一緒に見てやるかってね、いう方も、よければよろしくお願いします。そんなわけでですね、ここまでご視聴ありがとうございました。ここまでの方はですね、ぜひ、本編をね、見てからまたね、この続き、お付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思います。同時視聴の方も、待っております。よろしくお願いします。では、感想から言ってみたいと思いますが、まあ、ここからちょっとだらだらとね喋ることになると思うんですが、はい、ラジオ感覚で聞いていただけると嬉しいかなと、そんな感じのことを思います。まず1話でまとまり方すごいまとまってたよねというふうに思いましたね。閉鎖空間の中で物語が始まってですね、でそこからですね、まあルールをね、に基づいた支配構造が、まあ、できてくる。でそして、それが崩壊したよっていうところまでの起承転結めっちゃ綺麗なんですよね。はい、そんな感じでですね、まあ主人公2人の物語としても綺麗でですね、その結末がつながった感じになってるんじゃないかと思いました。まあ主人公たち的にはですね、羽の描写が最初からずっとあってですね、ちょいちょい屋上で話してる時もですね、はい、羽の描写が出てきます。のぞみがですね、どこかに行こうと思っているというところ、そしてですね、ながらは、どっち派なの？あなたはどっちなの？ってね、どこにも行けないんじゃないの？っていうようなことをね、ちょっと勘に触っていたところからもですね、まあくすぶっていたし、ここから抜け出したいと思いつつもですね、どうしようもないような、そういう状態にあったような感じがあってですね、この2人のそれぞれの心境とかもですね、ちゃんと起承転結のドラマになっていたわけですね。それが結果的に今回のですね結末を持ってきた、闇が晴れてですね、はい、2人が、海に落ちたところ、これによって止まっていた時間が動き出したという表現になるんだと思います。なぜ闇が晴れたのかに関しては結構いろんな考察ができる部分だと思うんですけど、ここがね、ここだけでも起承転結すごく上手だったなというふうに思いましたね。はい。まあ元々がまずね、漂流から数日後から始まるっていうのもねポイントですよね。はい。つまり異常事態が起きたよっていうところがですね物語の始まりではなくてですね、異常事態はもう起きました。そしてですね、それがですね、我々の日常になりつつありますというところがわかります。まあ当然ですね、超能力を手にしていますので、はい、学校はちょっと荒れ出しますよね。これよく見るとですね、空間歪んでるんですよね、これね。普通はこんな歪み方しないというふうに思いますので、結構サッカーを校舎内でやるために好き勝手やってる、部分なんでしょうね。そしてそれを何とかしないとと思う、人たちもいる。この辺もねすごくリアルでしたね。はい、みんな戻ってきた時のことを考えてるわけですよ、生徒会の人たちはね。はい、この辺のモチベーションの違いもね面白かったと思います。
そしてルールが作られます。いいですねこの展開。その、まあ、スマホを使っての展開っていうものなかなか面白かったですね。このあたりはですね、電波がつながっている、電気が通るとかいうところもですね、ある意味誰かの能力でできてるんだろうなというところが、分かりますので、はい。この辺はなんかその応用が効くように超能力の、存在をね、使っていてうまいなというふうに思いました。書きたいもののためにしっかり書く、だからリアリティのあるサバイバルものではないっていうことなんですよね。そして学校のルールを決める、ルールを破ったものに関しては、罰が与えられると、そういう感じになっています。はい。今回はまあキャップがですね、まあリーダーになってですね、破ったものに関してはですね罰を与えるという、そういう構成になっていましたが、まあこれも結構面白かったですね。はい。ちなみに学校のルールに関してですね、一応書いていたものをですね、一応並べてみたんですけどね、こんな感じになっていました。はい。生徒会の指示に従うことから、まあ基本的にはですね、なんか校則にも書いてそうな感じの内容にはなっていますね。はい。そんな感じでですね、まあ結構その気になったのは、罰に関する規定はないので、この辺がもしかしたら誰かの能力の可能性もあるかなというふうには思いましたし、ルール違反をしててもですね、指摘されるまでは罰を、受けることはなさそうな感じをしていますので、はい、まあ、この辺をですね、掘り下げていくのも楽しいかなというふうに、思いましたが、ちなみにまあこの辺の、今回使ったテキストに関してはブログの方にですね、データそのままテキスト対を残しておこうと思いますので、もし何かに使いたい方とかですね、考察に使うよっていう方は使っていただければと思います。ブログのリンク URL ね、貼っとこうというふうに思いますので、はい、まあまあこれを使うことはあまりないかもしれませんけどね。はい。そして学校のルールがしっかりと作られてしまいました。破るとですね、はい、罰を与えます。罰の規定がなかったところから、まあ本人が嫌がることをされているのか、それとも罰と言われて思い浮かぶことをされているのかは気になるところには、なってきますね。はい。しばらく罰というねものがついてるみたいですね、罰を受けたら。で、のぞみって多分走るの好きな子やと思うんだけど、罰で校庭を100周ってさせられていましたので、はい、おそらく罰で思い浮かぶものがこう勝手に設定されている、そんな感じのことも思いますね。キャップの罰とか思うと、そんなイメージが強いと思います。そしてまあ支配法構造がね崩壊していくわけですよ。はい。不満を持つ奴らがですね動き出すわけですね。はい。こっそりと動いていてですね、学校の校舎自体にですね何らかしらの、まあ害を加えたという、ことになるんだと思います。はい。こういうところもなんか絵としてすごく面白いですよね。はい。めっちゃシュールではあるんですけど、おそらくは、校舎とか、まあ、物質をですね、なんかひっつけたり増やしたり、曲げたり溶かしたりね、そういうことができるタイプの能力を持っていたんじゃないかなというふうに思いました。はい。まあ、メンバー的にはおそらく、このね、名前はちょっとわからないんですけど、朝風の横にいた、キャラクターなのかなというふうに思いました。そんな感じですね、支配構造が崩壊しですね、そしてですね、結果的にまあトップもですねルールは守らなければいけないというところで、完全懲悪的なねオチが生まれたわけですよ。はい。でここにですね、まあその闇からの脱却みたいなところが始まりましたので、一定の閉鎖空間におけるですね、まあ秩序がね、秩序からそこの崩壊までの起承転結きれいにね、できつつも闇が晴れたというところになってきます。やっぱりタイミング的にね、そういうタイミングだったのかもしれないし、生徒たちのね気持ちによって変わったのかもしれないんですけど、ここから新しい物語が始まるというね、非常に素晴らしい、スタートを切ったんじゃないかなと思いました。でやっぱり謎の要素っていうのはあるんだけど、謎は謎でね、なんかいい味を出してますよね。謎の転校生ね、まあのぞみは多分そういう性格だっただけの話なんだけど、ちょっと不思議な感じ。ただ前の学校でも多分問題行動を起こしてですね、転校することになったんじゃないかなと、思いましたね。職員室でもらっていた教科書をこのままこの人破いてますよね、きっとね。はい。結構ろくでもない子なんだなというふうには思いますが、そんな感じですね、一体どんな子なんだろうっていうところが、見えてくるいい部分だと思いました。そしてそれとね、それに関わってくるながらもね非常に良かったですね。こいつもなんか無気力でね元気なやつやなと思ってたらですね、なかなかねキュートなやつやなというところがね、描写からしっかりね引っ張ることができましたね。
そしてやっぱり不思議な超能力っていうところも一つのね、ワクワクさせる部分にはなってきます。はい、まあ、やっぱり物をなんか増やしたりひっつけたりする能力者はいそうですね。ただし電気エネルギーは増やせないっぽい感じが、あってよかったと思います。このワンシーンだけでもすごくワクワクさせてきますよね。はい、そして謎の閉鎖空間に囚われている生徒たち、はい、まあ食料問題とかがね、あったりやとかで変なことしだすやつがね出てきたりやとか、はい、そして超能力があるがようにですね、変な空間が出来上がってしまっているところもね、いいというふうに思いました。はい、これ電気は通ってそうな感じしますよね。もしかしたらバッテリーを、この人の能力のね、ニャマゾンでね、から送られてくるっていうね、そういう能力でですね、持ってきたのかもしれませんが、逆にまあ猫が運べないものは持ってこれないという制約があるのかもしれません。この辺考えるのは面白いですね。ちなみに、このストップひばりくん呼んでましたね。はい、みずほっていう女の子みたいなんですけど、みずほが呼んでいたのはストップひばりくん。この作品の、キャラクターデザインをされた方、漫画家先生の、代表作ですね。はい、こちら呼んでいたのは面白かったし、ちゃんとジャンプコミックスになってるっていうところからもね、パロディーではなく本物のですね、書かれてるところも、面白かったと思います。ストップひばりくんの世代って、どうなんでしょうね。漂流教室っていうね、作品との軸系列関係とか、どうなんでしょう、気になるところではありますが、あとまあ中学3年生と学校っていうところが、まあ、舞台の設定として上手ですよね。はい、なんか校舎はね、校舎だけみたいですね。まあ、このプールのところとつながってるんだろうなとは思うんですけど、1階の渡り廊下みたいなのが、あるのかもしれませんが、ちょっと角度的にはちょっとわからなかったですね。あと校庭百秋って言われて何やと思ったんですけど、ちゃんと屋上に校庭があるタイプなんですね。あと水が出ていたっていうところは、普通に貯水タンクが、屋上に置かれているんだと思いますが、これ水が減らないっていうのも、もしかしたら時間が止まっていると、言っていたね、作中の表現なのかもしれません。この辺はですね、本当にその要領よく、話を考察できるようにね作られている、そういう部分ですね。なんか融通が効く世界観で作られてていいですよね。そんな感じで、まあ、中学3年生とね学校が飛んできたっていうところ、これもまた面白い要因に、なってきますよね。はい、なんかこう学校舎がね色塗られているのも、これは演出としてそうなのか、それともそういう能力者がいるのかね、不思議なところになってますし、なんか本当にこの広さで合ってんのか、歪んでんのか歪んでないのかもちょっとね、不思議な演出になってきます。はい、この辺もその細かく見ていくと追っていける部分が非常に面白いですし、飛ばされたのがやっぱり中学3年生っていうところでですね、おそらく受験のストレスがあったりやとか将来の不安があったりやとかね、この辺がなぜ飛ばされたのがこの人たちだけだったんだろうっていうところもですね、含めて、気になる部分ではありますね。そして、なんやかんやの起承転結を見せた後でですね、物語としての木ですね、はい、始まり、謎の島の発生ですよ。抜群の引きの、作り方だなというふうに思いまして、もう僕はこれはもう2話もねずっと見るしかないなというふうになりました。はい、皆さんはいかがだったでしょうか。またね教えていただけると幸いです。あと、世界観に関する、検証もですね、まあぼちぼちやっていってもいいのかなとは思ってるんですけど、そもそも世界観をね検証してくれるキャラクターがいるところも、いいところだなと思いましたね。はい、まあ彼はですね、はい、まあ一応公式ホームページには名前が書いてるんですけど、まあ彼もですね、なぜこの状態が起きてるのかっていうところを検証していました。まあマジックインキー書いて、突っ込んだら、消えている状態、これをどう取るかっていうところで、物理的にどうなんだろうっていうところで仮説を立てるキャラクターたちですね。言ったら視聴者とね同じような目線で、見ていってくれるキャラクターたち、それから情報を集めてくれるっていうところもね、望みとながらは情報を集めていましたね。はい、1学期にも不思議なことがいろいろあったみたいだねこの学校っていうことが、分かっていますので、はい、望み自体がタイムこのなんかこう漂流に関わってくるというよりはですね、この学校自体がね、なんかこう、異様なことが起きるための準備はできていたっていうね、そんな感じのことを妄想できて、楽しかったですね。そんなわけですね、このアニメにおける設定とか世界観とかって考察するのめちゃくちゃ楽しいんですよね。まあ、もともとあったこの学校のルールに関してはですね、まあ、その、
常設されているルールを、まあ、星が、見抜いた知ったっていうことなのか、それともですね星の能力が何らかしらね、関与してできたかっていうのは、まあ1話見る限りのアニメのね本編の描写ではねわからないんですけど、この学校のルールに関してもですね、いろいろとね、まあこの裏をね書くために朝風が頑張って奮闘していましたからね、結果的にキャップの不信任決議が、下されたことによってですねキャップの権限はなくなった、おそらく、キャップに従わなければいけないというところから外れていったんじゃないかなというふうには思いましたね。はい、まあ、校則ね、学校のルールに関してもね、彼らが誘導して決めたって言っていましたので、ネットで決めたのかもしれませんね。そして漂流の原因ですよね。ここは、まあ、おそらくは雷が落ちた、時がきっかけでいいんじゃないかなというふうには思いますが、ちょうど長良がですね、まあ、のぞみと出会った時に、まあ、こうゆっくりと雨雲がやってきて、雷が落ちたっていうところで、そのタイミングでおそらく、彼らのみが学校ごと漂流したという流れになると思うんですけど、やはりこれもね、なぜ彼らだけっていうところがね、気になる部分ではありますね。まあ、暗闇の検証に関してもですね、ここはなぜですね、時間が動き出したんだろうと含めて考えていけそうですね。時間が止まってるっていう描写、で我々の時間が止まってるんだとすると、彼女の怪我は治らないはずなんだけど、でもお腹減ってるってどういうことなんだろうってね、いうふうに思いました。この時間が止まってるの描写って結構最初から書かれていて、まあ、時計を見たら主人公が冒頭時計を見るとですね、はい、もうすぐ12時ちょうどっていうところが描かれていたんですよ。でその後、まあ、時計とかを見てですね、これそのお母さんにメッセージを送ってるんだけど、それがずっと届いていないっていう状態なのかなというふうには思うんですが、でこの後にですね、これ携帯割れてるところもポイントですよね。見るとですね、まあ、8月16日、あ、なるほど、こんな感じなのかなっていうふうに思うんだけど、トイレに行く前にもですね、時計がパッと映るんだけど、この時点でももうすぐ12時にちょうどになるよってことで秒針が動いてるシーンなんですね。つまりさっきから1秒も経ってるんだけど経ってないっていう、そういう部分です。まあその普通に見るんやとするとこの時間帯におそらく雷が落ちたんだろうなというふうには思うんですけど、時間に関する考察っていうのをね進めていけそうな感じはしますね。はい、そして時間が動き出した、理由に関してもですね、どういうところなのか、望みのせいなのか、全員のせいなのか、それとももともと決まっていたことなのかっていうのは、分からないままと、いうことになります。この辺もちょっとね考察楽しいですよね。でまあ能力のね、把握とかね、そういったところもね、みんながそれぞれしていくところですね。はい、どんな能力を持ってるんだろう、どういうルールなんだろうっていうのを考えるだけでもかなり、面白い部分にはなっています。あとですね、能力に関しては公式ホームページで結構書かれてはいるので、ここ拾ってみるのも面白いかもしれませんが、若干キャラクター紹介の部分になるので、今後のストーリーのネタバレになりそうな感じの文章もありますので、お気をつけくださいというふうになります。後ほどですね、本編の話が終わった後の公式情報のところでですね、現状公式ホームページで明かされている人たちの能力に関してですね、ちょっとまとめてみましたので、その話もしてみたいなというふうに思っていますが、まあまあ世界観を検証してくれる、キャラクターがいるっていうのは嬉しいですしね、我々もですね負けないようにねいろいろ考えていけたらというふうに思いました。あとはまあその演出とかね、作風とかね、これは好みがあると思うんですけど、僕はめちゃくちゃ好きでしたね。結構ハマりましたね。はい、そんな感じにはなっています。まず閉鎖空間からのホラーみたいなね演出をねやってくれましたね。これやってほしかったんですよね。はい、急によくわからんとこにね放り出されてサバイバルが始まるよりもですね、学校の中という閉鎖空間における間違いなくこれもサバイバルなんですよね。はい、そういったところの演出が良かったと思います。ルールを守ってっていう感じになってくるんだけど、クーデターが起きて、その反乱に関してですね、まあルールをね破っていないにしても、俺は許さないっていうところのホラー感がありましたね。はい、このなんかちょっと微笑ましく見える笑える部分ですよね。罰を受けていてね笑える部分に、対してですね、急にホラーになってくるわけですよ。
つまり、まあ自分の役割にね、囚われてしまった人間の末路みたいなところがしっかり出ていてですね。はい。ちょっとおちゃらけた感じで、見ていられないぞという空気が出ます。で、さっきまで余裕こいていたね、元生徒会長に関してもですね。はい。まあ一応ポニーと呼ばれてるんですけど、まあ、キャップはポニーのことをマチって呼んでいたのでね。はい。まあとりあえずね、まあ元生徒会長に関してもですね、ちょっと恐怖感を感じるような描写がありました。それなのに、まあ、ここで、また、ホラー感からですね、罰を受けるっていうことでですね、笑いに変わってるわけですよ。また緩めるわけですね。はい。ちょっと怖いよっていう表現から、ね、結局、そのルールは守らなきゃいけないから、悪い奴は罰せられるんだ。完全懲悪だねっていうことで、みんなが笑ってる部分でですね、オチがついてるように見えます。はい。ちなみに元生徒会長、こんな感じ。で、そんな感じにはなってるんだけど、またそこからちょっとホラーに入るわけですよ。ね。いやいや、君たち戻れないよっていうところを分からせるところですね。これが、まあ、星の能力なのかなというふうにも見えますがね。はい。言葉としての、なんていうか、恐怖感みたいなところを含めてですね、やっぱり俺たち、ここから出られないんじゃないかな、死ぬしかないんじゃないかなっていうところの、ホラー感もしっかり、入ってきました。この辺のね、バランスがすごく良かったですね。最終的に、青空がパッと見えたことによってね、安心感がまた生まれるっていうところも、巧みだなというふうに思いましたので、先に何が起きるかわからないっていうところのですね、我々のこうね、心の持ちをうまく誘導してる感じがありますね。はい。振り回されるのが楽しいですね。そして、まあ、学校におけるサバイバルが間違いなく、この物語においては起きていたよねと、そんな感じのことを思えて、楽しかったと思います。最終的には、キャップがクーデターを起こされてしまったのではあるんだけど、ともあれ言ってみんな中学校3年生でしかないんだよねっていうね、そういう部分だと思いますし、はい、まあ、中学校3年生っていうところで、みんな普通に動揺するし、慌てるし、ちゃんとできるそうな感じもできなかったりする、そういう部分だと思います。あと、まあ、超能力だからこそ見える絵っていうのがありますよね。はい。よってこういうのもなかなか、面白い絵ですよね。バスケットコートにね、差し込まれていたりだとかね、メリーゴーラウンドがね、体育館にあったりだとか。他にもですね、朝風の能力でですね、画面が割れてるように見えるんだけど、これはおそらく、その、朝風が割った、鏡とか、ガラスとかに映ってる景色を描いてる表現なんだな、というふうには思いました。この辺もかなり上手ですよね。他にもですね、画面がですね、ちょっと不思議な画面で 見させられたりもしますね。はい。どこが上でどこが下なのかちょっと分かりにくくされてしまうね。こういうカメラ表現、超能力自身のね、能力とも相まってかなり面白い演出になっていたと思います。他にも、何でも取り寄せられそうな能力というかね、まあなんか宅配便、猫の宅急便を使える能力というかね、そういう能力のおかげでですね、なかなか面白い絵にもなってますね。はい。これ、猫の餌ですよね。はい。猫の餌だけはしっかり確保してくれているところ、かなり良かったかなというふうに思いました。こういうなんかパッと見た感じ楽しくなっちゃう絵を見せてくれるのも素晴らしいと思いましたね。あとですね、キャラクターの仕草も素晴らしかったですよね、これね。ちょっとした仕草がすごいいいんですよ。シンプルな絵で描かれてるんですけど、ね、漫画手にしてちょっと鼻の穴が膨らむ感じとか、で、自分はね、このね、マチ、ポニーさんですね。はい、元生徒会長が今回ね、いろいろ良かったなと思って、かなり、その、いろんな顔を見せてくれるし、どんなキャラクターなのかなっていうのがね、わかるように書かれてるんですよね。はい。みんなにメッセージを送ってる時にですね、その様子をね、どんなメッセージが送られてきてるなっていうのね、見てはいるんですけどね、すごい仕草が多くて、髪の毛を引っ張ったりね、いじったりするのが好きな、キャラクターのようですね。はい。そんな中でですね、星の方を、見定めるように見ているところですね。はい。キャップには全然興味がなさそうな感じがありますし、キャップによろしくって言ってる時もですね、なんかあまりキャップのことは信頼してなさそうにも見えます。で、性格的ないやらしさみたいなところもですね、ちょっと見えてくる部分。で、キャップをですね、うまいように使ってるっていうしたたかさ。で、それでいてやっぱり中学校3年生なんで、キャップが狂気にとらわれてるときはですね、恐怖を感じて引いてしまう部分。こういうなんか、
キャラクターどんな人なんだろうっていうところが本当にワンカットワンカット細かくてですね、すごいなかなかいいキャラクターしてるなと思いました。もちろんキャップも良かったですね今回ね。はい、この机の上に座っていたのはおそらく、この座ってる姿勢が一番早くスマホを打てる、姿勢なんでしょうね。はい、この辺のちょっとした細かい部分とかね、キャラクターのね、どういうキャラクターなのかな、どういう性質なのかなっていうのがね、分かるような演出もね抜群で良かったですね。はい、もちろん他のキャラクターたちのねやり取りもすごく良かったと思います。まあ今回触れるべきはあとはね2人の主人公であるながらと、それからのぞみかなというふうに思いますんで、この辺をね、触れてみたいと思いますが、まあまずのぞみかなというふうに思うんですが、あ、でもながらからの方がいいのかな。まあまずながらがね、結構無気力キャラになってくるんですけど、一応友達もね、いるみたいにはなってます。ただやっぱり、親のことや家庭のこととかで若干無気力になってる嫌いが、ありそうですね。そしてですね、それに対して変えたいという思いが強いがゆえに、おそらく、のぞみからの言葉が刺さったんじゃないかなと思います。結果的にあなたはタンポポ派なのかね、ひまわり派なのかってね、どっちなのか聞かれた時にですね、自分の意思を持ってですね、どちらかといえばタンポポかなって言い切るところですね。はい、ここではないところに行きたい、今の自分を変えたいっていうね、そんな意思が感じられました。そこが結果的にですね、まあ今回の解放につながったのかは獲得、あの、まあ、確証が持てませんけど、なかなかキュートなやつだなと、そんな感じのことを思いました。ちなみにまあキュートなやつといえばですね、のぞみが皇帝百秋の罰を受けてですね、ぜーはーぜーはー言ってる時に、この胸の、まあ、呼吸による胸のね、起伏を眺めてしまう感じがね、すんごい中3の男の子感があってね、可愛らしい部分があったんですけど、まだまだね、いいところは見せてくれる部分なんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、最初からなんというか魅力抜群なのがどちらかというと望みになってきますよね。はい。冒頭からですね、猫に向かってですね、我々たちこんな状況なのよって話しかけます。まあ、視聴者としてはすごい助かるんですけどね。はい。ただついつい猫にね、余計な方のね、手を出してしまってですね、猫にはちょっと嫌われると。彼女自身もちょっと猫っぽい感じがありますよね。自由を愛するという、そういう気風がありました。で、望みのいいとことして自分が今回印象に残ったのが、その友人が来てね、はい、一応ハヤトっていう名前らしいんですけど、友人が来てですね、まあ話をするんだけど、ながらに結構おせかいを焼くわけですよ。で、ちゃんとね、見とけよって言ってですね、去っていってくれるわけですよ。で、それに対してですね、すごく微笑ましく見てるわけですよ。はい、これね、ハヤトに対する興味一切ないんですけど、でもハヤトがですね、ながらにちょっかいかけて去っていくときにね、ちょっと嬉しく思ってるわけですよね。この笑顔はまあどちらかというと、あ、なんだ仲のいい友人いるんじゃんってね、おせっかいかけてくれる友人君にもいるんじゃん、ながらにもいるんじゃんっていうような笑顔にちょっと見えますよね。はい、こういうキャラクター性の描き方、自分すごく好きですね。そんな感じで望みは強い意志を持っていますし、自分にですね罰を避けられるという確証がなくてもですね、ちゃんと逆らえる、自由を愛するっていうね、そういうキャラクターとして描かれていました。非常に魅力的でありましたね。はい、そんなわけでもキャラクターの仕草の一つ一つが魅力的で可愛いと、ここはもうすごい強みじゃないかなというふうに思いましたね。あとはまあその実写的である演出、やり取り、セリフの言い方っていうところとアニメ的な部分っていうのがすごく綺麗にマッチしていましたね。こんな綺麗なマッチングってなかなかないんじゃないかなというふうには思っています。はい、罰がベタって貼るところとかもすごい面白いですしね。電気で髪の毛がブワッとね、この子はシャンハイちゃんっていうらしいんですけど、ブワッてなってるところも、非常に楽しかったと思います。なんかね、やっぱ絵的にね、アニメで見たいよねっていうね、そういう絵がいっぱい見れますよね。そんな感じですね。まあ青春積み込みセット部分っていうのもね含めて、かなり面白い作品になってるかなというふうに思いました。はい、いいですね。この演出僕はかなりツボに入りましたよ。はい、ではですね、まあ、本編に関してね、こんな感じになってきますので、ここからは公式情報を含めてですね、いろいろ話をしてみたいなと思います。まずは公式から出ているね、情報に関してなんですけど、一応ですね、公式がツイッターでいろんな情報を発信してくれてますので、こちらチェックする分には楽しいかなというふうに思います。それから、公式ホームページの方でですね、
次回のあらすじ、結構2話のあらすじ、そのかなり具体的な話になってるんで、これはチェックしたくない人はしないでもいいかもしれませんが、次回のあらすじなんかも、書かれています。他にもキャラクター紹介のところに、キャラクターの能力、みたいなものも書かれていたりするので、はい、この辺をこう拾うというか、まあ、チェックしてみるっていうのも楽しいと思いますが、やや個人的にはまだちょっと早いかなとも思っていますね。ストーリー的なネタバレがね、そんなにね、気にならない人はチェックしても、全然 OK かなというふうに思いますが、若干今後のストーリーにね、関わってくるような文章も入っていますので、はい、お気をつけくださいということになります。ただまあ、公式が出しているものですので、そんな致命的なものにはなってないと思いますね。あとですね、YouTube の方で、PV が結構ね、出てますので、本当に、今回の1話に対するですね、期待感みたいなのね、繋がった PV に、仕上がってるんじゃないかなと思いますので、こちらちょっと見てみてもいいのかなというふうに思っています。はい、まあ、僕は見てなかっただけの話で、皆さんは見てたのかもしれませんけどね。あとですね、放送記念特番っていうのが土曜日の夜にね、あるみたいなんで、こちらもね、見てみると面白いかもしれません。あとですね、いろんなサイトで、まあ、自分はアベマでね、また再配信があるっていうことなんで、それで皆さんと一緒に同時視聴、しようかなというふうに思っていますので、はい、もうご一緒いただける方はぜひということやし、あとですね、まだ見てない方に勧める分にもですね、アベマの方とかですね、他にもギャオとかかな、結構ね、無料配信されてるよってことで、勧めれると思います。1週間無料でね、公開されることになりますので、はい、今から追うなら全然、問題ない部分だと思いますので、よろしかったらと思います。まあそうですね。はい。まあまあ、本編的なところを含めての、公式からの情報、に関してはこんな感じになってますので、皆さんね、いろいろチェックしてみてはいかがでしょうか。ではですね、まあちょっと、ネタバレちょっと含みそうな感じなんでね、つまり公式情報のキャラ紹介、の中の能力の部分だけちょっとね、触れてみたいと思います。こんな感じに、ね、なっていましたね。はい、公式ツイッターの方から出てるんですけど、36人分全員の設定資料みたいなのがね、あるみたいですね。はい、背の高さとかデザインまでちゃんと決まってるみたいなんで、今回明らかにモブやったりだとか、まあ名前が出てこなかったキャラクターに関してもですね、今後の活躍がね、考えられるんじゃないかなというふうに思いました。はい、まあその今回あまり本編にね、関わらなかったキャラクターとかもいますので、これは全然期待できる部分だなというふうには思いますが、これいろんなキャラクターのやり取りを見た後にまた1話見返すと絶対面白いやつなんですよね。はい、期待していきたいというふうに思います。長らくの能力は不明な状態、まあおそらく自覚がないっていうのはねあるみたいですね。はい、でのぞみさんの能力に関してはですね、一応まあ特殊な、能力、他と異質な可能性もあるんだけどね、コンパスっていうことですね、まあ視神が見えるというか、光が見えるっていう能力みたいですね。はい、これをどこまで使えるのかは分かりませんが、サバイバルにおいてコンパスって大事なものに、なってきますからね。あとちょっと気になったのが、まあ、他にもいろいろあって面白そうなんですけど、星だけね能力がですね、なんか書かれ方がちょっと違ったので、漂流後に獲得した能力というよりはなんか後から獲得した能力みたいなね書かれ方、文章がちょっと違ったので、はい、この辺はですね、もしかしたら星はこの後に能力を得るという流れなのかもしれません。はい、まあ他のキャラクターたちのね、能力もおいおい説明がされてくるんでしょう。はい、コンパスの能力に関してはですね、見えないけど示唆されていましたし、はい、まあラジタニ、この人、まあまだ名前ね、あれだったんですけど、ラジタニ君もですね、このゲーム画面みたいなのが出てきてたんですけど、まあそれがもしかしたら、能力に関わる演出やったのかなと思える部分もあったりやとかね。はい、朝風の能力に関してもですね、いろんな解釈できそうやったんですけど、まあ今回説明がされたのを見るとですね、はっきりわかる部分です。もう個人的にはね、上海ちゃんの能力が楽しいですよね。髪の毛がブワッとなるっていうね、能力使う時におそらく静電気でね、髪が浮き上がっちゃうんでしょうね。はい、これ非常に楽しいですね。はい、今後の活躍に期待ですね。能力を使った瞬間に蛍光灯の光がね、バチバチってなったところも細かいなというふうに思いました。はい、隣に出てきた人がエースくんなんでしょうかね。はい、そんな感じで今後の活躍に期待という、そういうところですね。はい、いやこれはなんか能力をまとめたり、考察していったりするだけでも楽しそうですよね。
そんなわけで、まあ、全て含めた上での考察点なのかなっていうところを、一応置いておこうというふうに思います。まず投票数が36票にはなってるんですけどね、はい、無効票が4票になってるんでね、おそらくは話に参加してなかった長良やのぞみがね、含まれると思うんですけど、残りの2人は誰なんだろうというところは、気になる部分ではありますね。はい、でこちらはですね、誰がどう投票したかっていうのは紙の投票には、なってるようですね。そんな感じですね。もしかしたらこう、不正があった可能性もゼロではないっていうね、部分になってきて、これいろいろとね、引っ張ってこれる要素だと思ってね、考察が楽しいというか妄想が楽しい部分だと思いました。あとまあ後者はね、沈んでいたのかどうかっていうのはなかなか微妙なところですね。自分はちょっと後者は沈んでいってたんじゃないかなと思いましたね。あの闇にとらわれたままだとだん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 沈んでいく運命だったのかなと、そんな感じのことを思いましたね。はい、実際最後の方なんか後者が動いていてみんなが不安に思っていた、ような感じの描写にも見えましたからね。まあ朝風の能力でその重力が維持されていたから、朝風のコンディションが悪くなって重力のそのなんかこう力場みたいなものが変化したとも取れるんですけどね。はい、ここもその考察要素というかね、伏線なのかもしれません。あと鳥は本当にいたのかなっていうのもちょっと気にはなってるんですけど、まあ細かい考察要素なのかどうかはちょっとね、わかりませんが、鳥の羽が、あったっていうところですね、何を表しているのか、そしてこの鳥はどこへ行ったんだろうっていうね、ところも気になりますね。つまり闇が晴れるタイミングで世界が青くなったんじゃなくて、そもそもあの、まあ望みが見えていたコンパスに沿って塔に進んでいけばあの闇からは脱出できたという、そういう認識なのかもしれませんね。だとすると鳥はもうすでに外の世界に行っているってことになるんですけど、ただ闇が解かれないままにですね、外に出ようとするとですね、消えてしまうんだとすると鳥は生きてないかもしれませんので、この辺はもしかしたら帰れるっていうね、手がかりを見つけるときに必要になってくるかもしれませんね。あとまあ学校の先生に関して、まあこれは考察っていうほどじゃないんですけど、学校の先生に関してもですね、担任の先生は担任の先生って出てたんですけど、なんか女の先生がですね、名前付きで出てるんですよね、秋先生っていうのがね、出ていますので、この辺はですね、まあもしかしたらその過去の描写っていうのが今後も結構関わってくるのかなというふうには思いますね。もしかしたらそれこそ漂流に関わってくる可能性もあるわけで、この辺も期待できるんじゃないかなというふうに思っています。あとまあ、漂流もののお約束ではあるんですけど、まあ、未来か過去に飛ばされた可能性もあるよねというふうには思っていますね。はい、まあ、一応考えといていい仮説なのかなというふうには思いました。時間が止まってる描写もありましたから、それこそ彼らと学校のみが、停止した時間の中にあって、他の世界は全て時間が経過して、滅びてしまっている可能性とかも、ありますよね。ゼロではないんですけど、でそんな感じの可能性も、思いながらですね、今後2話以降のサバイバルを見ていくと、楽しいかもしれません。はい、そんな感じで、一応自分の感じたね、伏線っぽいもの、考察っぽいものをね、共有させてもらいましたけど、まあ、皆さん的にもね、気になる部分とかですね、妄想できる部分などありましたら、コメントにて教えていただけるとありがたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。サニーボーイっていうのは未熟な少年少女みたいな意味らしいんですけどね、どんな物語が描かれていくんでしょうか。このチャンネルでは、これからもですね、この作品について追っていきたいと思っています。日曜日にアニメ語ライブっていうライブ配信で、まあ、今週のアニメのことをいろいろ語り合ってますので、よろしければ一緒に楽しんでいただければ幸いだと思います。月曜日にはね、同時視聴っていうのもね、やってみようかと思っています。まあ、アベマとかでね、無料配信ができていますので、みんなで一緒に再生ボタンを押しながらですね、押しながらやとおかしいですけども、押してですね、視聴しながらあれこれね、話をしていけたら、一緒に楽しめるんじゃないかなというふうに思いますし、はい。2話に関してもできたら感想考察動画、出していきたいと思います。まあ各種リンクはね、一応ね概要欄に貼っときますので、まあこうやってですね、サニーボーイという作品に関していろいろとね、より深く楽しんでいけたらというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。お相手は遠山徹でした。失礼します。